はい、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、エンスカイ仮面ライダーガイムコレクションカードガム3です。はい、いつもレビューしてるコレクションカードガムも第3弾ですね。今回も1個100円で、中にはカードが2枚入ってます。パッケージには、勝ち時アームズとバロンのレモンエナジーもいますね。カードの種類は全30種類で、相変わらず絵柄は書いてないですね。ちなみにこのシリーズもかなりの枚数が揃ってきました。今回は5パック購入しましたので、全部一気に開封します。ではまずは1パック目。とりあえずはこの2人は欲しいですね。それから人物系。せーのドン。おーっと、普通のバロンでした。そして2枚目。まさかのオーバーロード。デムシュ。第3弾になると最新の登場人物が入ってますね。デムシュって言いづらいですよね。裏側はいつも通り。では2パック目。せーのドン。おー、出た。勝ち時。そして2枚目。お!ジンバーレモン。かっこいいですね、やっぱり。しかも、ソニックアローに無双セイバーの二刀流です。エンスカイは安定して写真がかっこいいですね。では3パック目。せいのドン。お!またまたジンバーレモン。今度はソニックアローのみ。そして2枚目。オーバーロード。レデュエ。ちょっとこのグロンリとかアンノーンっぽいデザインがかっこいいですよね。これでオーバーロードが揃いました。さすがにロシオはラインナップされてないですよね。では4パック目。はい、出します。おー!ナックル!写真いいですね、やっぱり。そして2枚目。残月神。両方ともかっこいい。かなりいいカードが出ました。では最後5パック目。人物系が欲しいですね。悪い顔のミッチとか、戦国龍馬とか、みんなと陽子が欲しいです。せいのーどん。ガイムイチゴ。まさかのカードでした。そして2枚目。これはバロンのスイカアームズじゃないですか?そうですね。仮面ライダーバロン、スイカアームズ。これはレアですね。バロンが装着すると、双刃刀がバナスピアっぽく変形するんですよね。この武装パーツも発売してほしいです。では、今回出た10枚のカードを確認しましょう。ガイムの勝ち時アームズ、ジンバーレモン。いちごアームズ、残月神、ナックル、バロンと、オーバーロードが2体。そしてジンバーレモンの二刀流と、最後はバロンスイカアームズ。相変わらず、この実写の写真が結構かっこよくって、特に残月神とナックルは気に入りました。はい、ということで、仮面ライダーガイムコレクションカードガム3を紹介しました。相変わらず、カードの質感は割と普通の紙っぽいですし、後ろの絵柄も変わってないんですけど、写真のセレクトは良かったですね。ただ今回は人物系は出ませんでした。以上、エンスカイ仮面ライダーガイムコレクションカードガム3の紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック。スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。